こちらこちら、アサヒスーパードライ。めちゃめちゃ分厚い。うん、やばあとは食うだけ。えぐえぐい量やなこれ。はい、どうも皆さんこんにちは、気まもり大公開のタコです。今回はここミナーラにありますタチヒビーチにやってきました。どこね、なので、ね、商業施設のミナーラの屋上の上でバーベキューができるという、海をモチーフにして砂場で遊んだりとか。ここの何がいいところって手ぶらで OK なんですよ。具材は1階にあるロピアで購入したら、なんと通常の価格からなんと割引してくれます。だから本当にミナーラで全てが解決するんですよ。でね、今日はちょっと裏企画として、スイモチもねだいぶ食べれると聞いておりますよ。俺は食べれる、食べれるな、食べれる。 お肉を爆食2人でしていきたいと思います。後で見せるんですけど、めちゃめちゃ肉買ってるんで、果たして2人で食べきることができるのかっていうのをちょっと今回見ていただけたらいいかなと思います。じゃ早速受付済ませていきます。はい、ありがとうございます。ということで、こちら連絡セットをお借りしてきました。じゃあ早速行きましょうか。さあ果たして食べれるのか、いもちにも YouTube の洗礼浴びてもらおう。やっぱしんどい。じゃあ行くよ、行くぞー、かっこいい。じゃあ行くぞ。さあどんな光景が待っているのか。おー、海やん、マジの海。いもち、奈良の屋上に海あんで、どういう陸だ。さざ波もないしな、ハリボテ感満載。いやでもこれは気持ちいいな。うん、でも夏って感じ。いや気持ちよく似合うよ、似合う。服脱ぎたいな、脱いではるわ。俺も脱いでええかな。じゃあ早速焼いていきましょう。こちらバーベキュー場のルールになっております。一応午前の部午後の部分かれてるんで、これが基本セットについてる内容。え、ちゃうわ、これが、これちゃう、これゴミの内容です。これが基本セットの内容。軍手と箸とキッチンバサミとウェットティッシュ、袋、トングがついてます。もう十分やな、十分、十分、バーベキューには十分のセット。これがね、グリルなんで、うわー、うまそう。じゃあ、買ってきた商品をお見せします。いくで、せーの。これはやばいな。2人でこれ食べきりますからね。ロピア焼肉セット6点盛り。これがステーキ約 700g かな。胸肉 100g39円。安っ。いもちはね、あの肉屋さんで働いてた経験があるんやけど、一般男性の食べれるお肉の量ってどれぐらいか。大体、満足いくぐらいの量で 200g。 200g、今回これ850と720 1643。この量で640円ですよ。やばないですか。あとサラダ、サラダ、早速食べていきましょう。いくぞ。いや、まずこれでしょう。ロピア焼肉セット3点盛り。じゃあこれ早速焼いていきますよ。うまそう。しっかり焼いていきましょう。あー、早く食べたい。ちょっとね、実はこれを撮影の前に、あの忍者パークのモンスターボックスに挑戦したやつがあるんで、それでね、運動してもう腹ペコペコなんですよ。だいぶ飛んだもんな、俺ら。だいぶ飛んだ。あれ、でもなんか、あ、詳しくはあの前の動画見てくださいね。ちょっと詳しい事情はね、時間帯が決まってて3時半まで、ちょっと今日僕特別に3時半までいただいてるんですけど、まさか商業施設の屋上でバーベキューができるとは。ひっくり返します。めちゃめちゃちぎれてる。うわー、はい、うまい、はい、うまいやつ。じゃあいもっち、乾杯するか。乾杯しようぜ。
じゃあこちら、アサヒスーパードライ。いや、いただきマウス。ひひー、乾杯。さあ、言ってる間にできそうよ。いや、これも優勝でしょ。米、あ、米俺電子レンジ置いたもん。お前、いや電子レンジ置いたもん。お前取ってくるわ。あぶねあぶね、電子レンジに置きっぱなしだったぜ。いやー、いもっち、お待たせ。ほっかほっか、いもっち食べていきましょう。いただきます。ロピアの肉だれ。あ、スーパードライ。いただきます。いやうわ、死ぬうま、めっちゃ美味しい。白い悪魔、いただきます。白い悪魔。なんぼでもいけるんちゃうの。まだまだあるで。これでもこんなにあったら3人前セットぐらいかな。大盛りでも値段こんな感じなんで普通に安いっすよ。どんどんやりよう、うん、めちゃめちゃファイヤーしてる。やばいやばいやばい。イモッチはさ、うん、肉焼く派食べる派。焼きたい人とかおるやんか。もの食べる派。食べる派焼いてくれたら嬉しいみたいな。俺も言うて、俺も食べるかな。あっつあっつ、いく、もう全部焼いていきますよ。全部焼いていくで、気持ち。もう焼いていくで。あー、もうこれもめんどくさいで、ドーン。あー、火炙りや。明日腹痛かったら言うてな。言うだけ言うて、あとなんもしないけど。言うだけ言うて、これはうまいっすよ。全部焼いたんで、食べます。なんか食べきれそうじゃん。いや、思ったより多い。いただき、最高です。おいだれかけ風。あとね、これ30売ってるんだ。もうバーベキューせえ言うてるよ。もうやいい頃取ったと。マッチングさせていきますよ。うまそうだろう。ロピアに来てね、みんな。いただきます。死ぬほどうまい。やばい。いけるよね、もち。でかすぎな、これ。海苔で買ったんですけど、あんまり分かってない。バーベキューといえば、トウモロコシでしょ。どでかステーキ。止めていきましょう。まあまああるよ、ボリューム。こちらね、ゴミ今、分別して出すようにしてください。これプラゴミなんですけど、ラップ系は燃えるゴミで出しましょう。めっちゃめっちゃ分厚い。想像以上に分厚い。やばない。さすがにこれ1枚じゃ赤いんで切っていきます。4回です。さあ、いもっちが焼いてくれました。あとは食うだけ。えぐい量やな、これ。うまそう。気を取り直していただきます。いや、もっち頑張ってくれるんで、ちょっと僕も頑張ります、うん、なかなか飲み込めない。風強くて涼しいんですけど、風強すぎてちょっと消えてきた。風強かったらもう飛んで飛んでしちゃうじゃないですか。それがちょっと面倒くさい。でも、うん、お前、え、あと何分。場所移動、移動します。一時退散。うめえ。ちょっと移動してきました。これね、いもち焼いてくれた分頑張って食べていきたいと思うんで、ちょっと頑張ります。
うん、うまい。ミナーラのタレ見てたら脂質 1.0 なんですよ。意外と低い。もうちょっと。今これ聞こえますか？タチヒビーチではこうやって定期的にイベントも開催されているので、なんかイベントがある日に合わせてバーベキュー行くのも面白いかもしれません。とりあえずね、鶏肉は全部食べました。問題はこいつやねんけど、どうやって食べる？うん、いい味変、おいしい。蜂の巣みたいですね。ということで、鶏とトウモロコシ完食しました。ふぅー、あぶねあぶね。いやね、イモチ頑張ってくれたんで本当に助かりました。イモチ食べたよ。どういうこと、どういうこと。何キロあったやろ。4キロぐらいあったかな、2人で合計して。ちょっと詳しい総量はこっちに載せとくんですけど、大丈夫、血糖値爆上がりやろ。バー上がったら眠気一気に来るんで、僕もね、よく大食いした後こんなんなってますよ。いや、ごちそうさまです。はい、ということで、いただきました。ごちそうさまです。久々に爆食しましたけど、今時どうやった？ YouTube の洗礼を受けた。YouTube の洗礼を受けた。私の中いっぱい。でもね、あのイモッチもやっぱりいっぱい食べるんで、無事に食べきりました。タチヒビーチさんは一応月曜日と火曜日が定休日になってます。でも7月の18から31日はだけのこの夏期間は、あの夏休み期間ということで、火曜日だけ定休日になってるんで、さっきね、チラッとだけ映したんですけど、砂場も一応砂場だけ利用っていうのもできます。まあお子さんね、あの砂場遊びたいっていう方いてるかもしれないんですけど、ちょ大人300円から入れるみたいで、でもミナーラで買った飲食店のレシート持ってきたら大人100円、小学生以下無料で入れるんで、皆さんレシート忘れないようにね、ぜひお願いします。その商業施設ですけど、バーベキューもできるっていうところをね、ファミリーでも友達大人数でも、あとカップルでもね、楽しめると思うんで、フラッと今日なんか一日やることないなって思っても、ミナーラ来たら一日中遊べます。ちょっとここは予約必要ですけどね。じゃあ最後、じゃあタチヒビーチなんで、タッチヒでいきましょうか。うん、いきますよ、タッチヒ。次回もまた見てくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。